こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回は大人気のとあるブランドさんとのタイアップ動画になります。楽しみということで、本日はとある日の美容 Vlog を撮影してまいりました。特に最近乾燥がね気になるので、スキンケアを新調したりだとか、結構この動画で質問いただく、この私のねピアス、これシームって言って、私の髪をね担当してくれてる美容師さんが作ってるアクセサリーなんだけど、ここのシームのピアスを見に行ったりだとか、あとは結構私も YouTube で着てたりとか、テレビとかの時の衣装としても着ている、すごくね大好きなアパレルブランドさんがあるので、そこにお洋服をちょっと見に行ったりとか、ちょっといろいろワクワクするようなことをやってまいりましたので、よろしければ楽しんで見ていただけると嬉しいです。ということで早速いきましょう。ということで表参道にやってきましたって全然見えないけど今回はまずはですね、スキンケアを買いに行きたいと思います。皆さんから結構自分に合うスキンケアわからないとか質問もいただくんですけれども、今回はですね、私も実は気になっていて、そんな皆さんにもおすすめできるのかなと思った肌測定に行きたいと思います。スタッフさん、肌測定って知ったことあります？私あります。結構、詳細に出るんですよ。そうなんだ。さゆりさんは、今自分の肌、どんな感じで測定結果出ると思いますか？乾燥っていうのは出ると思うんですね。ニキビケアとかは最近頑張ってるから、そこは大丈夫だよって出てほしいなっていう希望はあります、はい、私も視聴者さんにスキンケアね聞かれるんですけど、そうやっぱりみんなの肌本当は見たいけど見れないから、こういう肌測定が本当に良かったらめちゃめちゃおすすめしたいし、こちら本日来たのはタラーン、いっさ青山です。こんにちは。今日は肌測定をしにやってまいりました。よろしくお願いします。なんかここにイプサあったんだって私思いました。確かにね。はい、じゃあ今からちょっと問診を記入していくということで、普段何かお肌でお困りのことなどございますでしょうか？ニキビができやすい。はい、もともとお肌が敏感肌で合わない成分などはございませんか？特にないです。こういうの聞いてくれるのも安心ですよね。では次、生活環境ですね、外部環境と内面的なところでよく当てはまるところなどは、そういうのも診断内容に入るんですね。そうでございます。すごい。不調の使用具合はいかがでしょうか？ペットを飼っているので、もうずっとつけてるんですよ。普段メイク落としと洗顔は別々の製品で落とされてますでしょうか？はい、はい、ベースメイクは下地ファンデーションどちらも重ねていらっしゃいますか？もう肌測定してもらう前から結果出そうなぐらいさ、聞いてもらえるっていうのはちょっとびっくり。さゆりさんがこんなにこう質問されてるっていうのが確かにめっちゃ珍しい。確かに。肉眼で見てもすごくきめが細かくお綺麗でございます。自己肯定感を上げてくれるこれってもう本当どんな人でも測定に来ていいんですか？はい、もちろんです。例えばこう学生さんとか、男性の方とかでも OK？ もちろんです。いいですね。プサのケアなんですけれども、酸素美容に着目をしておりまして、美肌の重要な材料となってくるところですね。その手伝いをしてくれますのがこちらの ME。 今日ちょっとこちらのぴったりの1本をお選びしてサポートをいただければと思います。最高のカメラを8回当ててまいります。はい、いろんなとこをちょっと何箇所か取るんですね。それなんですか？この油取り紙素材になっておりまして、皮脂の分泌力を調べしております。絶対油取れてなかったと思う。ここは余分な角質をテープで取られるらしいです。でもこれもね、やっぱ重要なステップの一つということで。測定が以上でございます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。こちらの水分保持力29、皮脂分泌力が70となっております。あれ、0から100で50が平均値になってるんですけれども、皮脂はじゃあ意外と十分に恵まれて。あれ、恵まれてました、すいません。ハリ弾力の数値が32、角層が15、透明感41などの構成となっております。ちょっとこの角層のところが心配でございます。ちょっと角層ケアの集中対策もおすすめでございます。これも意外な発見かも。
この時点でもうこのぴったりの ME が16種類の中からどれがぴったりなのかというところがもう分かる状態でございます。右から2番目に該当がされますので6番タイプがぴったりというところになります。ただですね、実際にお見受けした感じ、それこそ毛穴が大きくないのと奥のところの皮脂の分泌力はこの数値ほど活発ではないことも見込まれますので、あえて今日はちょっと7番タイプちょっと視野に入れながらご紹介させていただければと思います。ちょうど狭間でいらっしゃるところになりますので、お好みでいらっしゃるさっぱりタイプ、6番でチョイスをいただくのもおすすめでございます。はい、ありがとうございます。いや、ちょっと楽しかったね。ちょ、意外だったし、じゃあおすすめしていただいたのを使ってみようと思います。ありがとうございます。ちょっと服見ていい？見ましょう。服見たい。カーサフラインここね、私動画でもちょこちょこ着てたり衣装としても着ててすごい可愛いの。だからちょっとサクッとちょっとだけ見たいと思います。可愛いんだよ。可愛い。この可愛い。いいですね。可愛いよね。どんなのが欲しいんですか？トップス？もうわかんないの。なんか全部欲しい。なんか欲しいものが。これも可愛い。シンプルに見えるんですけど、うんうん、このリブのデザインがすごい綺麗。すごいスタイルアップするで、楽ちんなワンピース。なんかスニーカーも可愛い。こちらのモイラというブランドがフランスの、ブランドで、それぞれ植物や果物から、うんうん、色なんですけど、ここ下にグレープって書いてあるのがグレープ。果物とか植物のインスピレーションってことですか？はい、から出る色素、はい、ですね。で天然のものですね。そうなんですね。素敵ですね。可愛いですね。着るとより可愛いですね。なんかすっごい気持ちよくないですか？うん、気持ちいいです。生地がすごいあったかいんだけど軽いくて、なんか薄いっていう、薄いというかこうゴワゴワしてない？可愛い。ここが厚いからちょっと漏れる感じがします。うんうん、これを買おうと思います。でん。でん。結構私にとっては、でん。後ろにしたんですよ、結局。うんうん、じゃあこれから私がいつもつけてるこのシームのピアス、これめっちゃ質問いただくんですよ、ね、結構コメントで多くないですか？多いです。なのでちょっとそこのアクセをせっかくなので、ちょっと私も他の欲しいし見に行きたいと思います。いつも髪の毛やってもらってる小杖さん、結構インスタとかにも載せてると思うんですけど、小杖さんが作ってるこのアクセサリーなんですよ、これね。今日は髪はやってもらわないんですけど、アクセをちょっと見に行きたいと思います。あ、こんにちは。いつも髪を、私の髪をやってもらってる小杖さんで、このピアスも作っておりちょっとじゃあ今日は見せてもらいたいと思います。どうぞ。これ触っちゃっていいですか？で、これ私がいつもつけてるのは、これですよね。めっちゃ質問多い。なぜならいつもつけているから。私結構ゴールドが多いじゃないですか。なんでシルバーがちょっと見たい。小杖さんに聞いてみよう。ちょっと、じゃあまず、いつも私がつけてるこれのシルバータイプを一回つけてみて、うん、今日の格好にめっちゃいいんじゃない？あ、グレーで、うんうん、そう意外とゴールドよりスッキリして見えるかも。ゴールドは自然とというか、うん、重厚感出るから華やかさがあると思う、うん、シルバーはスッキリして見える、うん、なんかシルバーだったらいくら持っても平気な気がしている、うん、っていうぐらい。ああ、でも確かに確かに。なんかそれこそゴールドとかで赤リップとかなると結構なんかゴージャス感出るけど、シルバーで結構パンチ効いたリップとかでもなんかすっきり見えるかもしれないですね。あ、今日メイクなんか濃くなっちゃった、じゃあゴールドのピアスしようと思ったけど、うん、シルバーでいっか。あ、確かに確かに。それなんか似てる感じでちょっとね、縦長の印象。かわいい。かわいい。でも結構すっきりして見えるから。すっきりして、でもこのちょっとした雫感かわいいですね。なんか大人っぽくていいですよね。うん、私基本小杖さんのアドバイスは基本もう全て聞いて決断するっていう。髪も結構何でもお任せですよね。うん、お任せしたい人なんですよ、もともと。あ、そうなんですね。なんかお任せできる人を求めて、求める人。
はい、これじゃみたいに、あのさゆちゃん次これじゃないみたいな言ってくれる人の方がいい。なるほど。これでも見てる人好きな人多いんじゃないかな。これちょっとなんか印象的なのを、うん、なんか新しく新調するなら欲しいっていう人は絶対これかも。これは何ピアスですか？それサボテン。サボテン、サボテンで、ね、これめっちゃ可愛い。これもう一回立った時のやつです。背中に気をつけてね。こういう時開いちゃう。開いてます。雫にしましょう。はい、ということで肌測定から数日経ちまして、私にぴったりのねスキンケアたちがいろいろと届きましたので、実際に使ってみたいと思います。そしてね、この間買ったこのカーサフラインのニットワンピースを着てます。ピアスは、あの、小杉さんの雫ピアスが、ちょっとね、あの、在庫がなくて間に合わなかったので、小杉さんの他の新作のこの棒ピアス、これ私ちょっと前から動画でつけてるんだけど、これをつけております。はい。ということで、実際いろいろ中身を見ていきたいと思います。まずはね、私もめちゃめちゃ愛用しております、化粧水のザ・タイム・アール・アクアです。これ私も愛用してて、メイク現場用でも持ち歩いてるんだけど、今使ってるやつはでもこのくらい、かなりの底見えです。とにかくお肌を潤いで満たしたい時はこれって感じで、肌作りが上手なヘアメイクの先輩もこれ使ってて、本当にね、鉄板化粧水だと思います。メイク現場でもどんな肌コンディションの方にも使いやすいから、やっぱりついついこれ選んじゃうって感じ。このボトルね、意外と軽いんだよ。私、あの、使う前、これ重そうなボトルだから現場向きじゃないんじゃないかって思ってたんですけど、あの、思ったよりボトル軽いです。私はあの前イプサのお化粧水これ使った時に、確か暑い時期で首からこうコットンパッティングをして風を送るようにして、ちょっとクールダウンするような塗り方を紹介したんですけど、今回はまあそういうね、あの暑い時期でもないので、普通にお化粧水を手に取ってこのようにしてちょっとハンドプレスでつけていきます。ハンドプレスはやっぱり肌の状態やゴワつきも把握できるし、で余ったものはね、もうこのまんま、あのこう首だったりとかデコルテの方に、ちょっと私あの服この間のカーサフラインの着たかったから、ちょっとここ空いてないんですけれども、こういうね、あの余ったものは首周りなんかに塗っても OK。そうで、このみずみずしいんだけどベタつきがなくって、メイク前のスキンケアとも相性がいいので、まあすごい頼もしいアイテムです。でこれ結構私現場でメンズの方にも使ったりするんだけれども、アルコールフリー、油分フリーで肌荒れ防止有効成分配合で肌トラブルの防止をしてくれたりだとか、肌表面に潤いのね層を作るイプサ独自の保湿成分によって乾燥しやすい冬の時期も潤いがねこう続きやすいっていうことなんですよね。うん。であとは私がすごくね楽しみにしていてこちらのね化粧液が届きました。なのでこちらはね、私今回 ME6 っていうものなんだけれども、一人一人の肌状態に合わせた16種類の中からぴったりの ME を選んでもらえるっていうことで、これね結構いろいろありまして、 ME とこの ME センシティブ、 ME アルティメイト E とかあるんだけど、私は今回こちらの一番上の部分の ME、 一人一人の肌状態に合わせた8種のタイプの中からこの6番をチョイスしてもらったっていう感じなんですね。活力に満ちたようにプルンと弾むハリ肌に導いてくれるようです。こちらの ME6 化粧液はコットンで塗ることがおすすめっていうことで、ちょっと3プッシュ1,2,3と3プッシュ出して、いやなんかねこれすっごい、この私が ME6、 あのどちらかというとさっぱりしたタイプのものなのもあるんですけど、化粧水と乳液の間みたいなさっぱりしたテクスチャーです。とろみのある化粧水ともでも違うし、こっくりしたクリームとか乳液ともまた違うし、私がさっぱりがそもそも使用感として結構好みっていうのも伝えていたのもあって、なんかこうテクスチャーの好みとしても使用感としてもなんかすごいいい気がします。うん。でちょっと余ったものはこちらも首の方に塗って、でこんな感じ、さっきの化粧水と化粧液だけでなんかね、お肌がもうピッカーンって潤いに満ちてる感じがします。今回はとりあえずこの化粧水を使ったでしょ、であとはこの ME を使いました。この後にさらにこうクリームを塗ったりだとか、まあ美容液を塗ったりだとか、そういう工程でスキンケアを
あのステップを進めていくといいみたい。あとは私がこれめっちゃ楽しみにしてた、クレー状のマッサージマスク、これをね私はちょっと角層の部分が心配なので週に1回やってくださいって言ってもらって、手の甲で肌測定の時に試した時もめっちゃトゥーンってなったので、個人的にはちょっとこれは気になってるから使って、よかったらまたあの違う動画ででもあのレポしたいなというふうに思います。うん、で特に肌の乾燥が気になりやすい冬にカウンセリングで自分の肌状態を知ったりだとか、お手入れを見直す機会にカウンセリングに行ってみるっていうのもすごい今回ありだなっていう風に思いました。あの今回の私みたいに皮脂分泌があんまりないと思ってたけど、実は結構皮脂に恵まれていたみたいな、で逆に他のところがちょっと気になったみたいな、こう自分の思ってたのと違うっていうパターンも結構あるなっていう風に思ったんですね。うん、なので皆さんもぜひあの気になる方はね、どんな方でもウェルカムですよってイプサさん言っていたので、自分にぴったりのね ME でみずみずしくね透明感のあるお肌を一緒に目指しましょうということで、まぁ、ちょっとねこのピカピカリンでエンディングに行きますけれども、あの本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。本日のセリクエスチョンはこちら、皆さんが最近ハマっているまあ美容スポット、今回私肌測定行ってきたけど美容スポットだったりとか、何かそういうお気に入りの場所だったりとかスポットが皆さんあれば、よろしければコメント欄でたくさん教えてもらえると嬉しいです。はい、ということで今回はですねイプサさんとのタイアップ動画でした。ぜひ気になる方概要欄から見てみてください。もしさ肌測定行ったって方がいらっしゃったら、なんかコメントとかで教えてもらえるとすごい嬉しいです。みんながなんかどんな結果だったのかっていうのを個人的にこれから動画を作る身としても気になります。はい、ということでまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。